はい、どうも皆さん、お疲れ様です。ウィニングポスト10、前回からの続きということでやっていきたいなと思います。いよいよね、2034シーズンが、まもなく終わるというところで、まあ最新作の発売も近づいてきてる頃合いかなと思うので、まあこのねウィニングポストのシリーズもまあ間もなくね、ここの3、4シーズンの年末のところで一旦収録の方はストップして、次の次回作に備えようかなというところを考えてはいるところなんですけども、いよいよね、ジャパンカップで三度祭りとサラが相まみえます。そしてエリザベス女王杯をね前回制してくれたヘアの方は、有馬記念へと出走予定ということで、注目ですね。そしてオークスワードデザートの方も、まあ、ちょっとね出走登録ちょっとね登録追加して見ていきたいなとは思うんですけども、はいはい、東京大賞ってことですね。どうですかね。まあ中京チャンピオンズカップにね、キサラの方も出走予定ということで、ジャパンダートダービー制覇してからいきますからね。さあ、というわけで、まあどんどん進めていきたいなと思います。3着ですね。不着。さあ、ジャパンカップです。さあ、祭りは3番人気。外国3番、11番の馬が2番人気ですね。凱旋門賞馬が、登場しております。まあ、果たしてね、この辺りサラがどう迎え撃つのか。そして、祭りは、祭りは7番ですね。さあ、昨シーズン制しましたけども、今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。直線勝負、品、人気、この馬のはるばる前走の好位差しがこの馬の信条、祭きましたよ。すっと先段につけ理想の展開に持ち込みたいところです。エンディ祭り、当地をはるばる並み居る世界の強豪を抑え堂々の1番人気、日本の大昇格として支持されました。この期待に応えることができるか、エンディサラ注目の一頭です。内倉には世界最高峰の凱旋門賞、同じクラシックディスタンスならば好勝負は必至でしょう。ジベリナエミネンス好位に統治、また数々決戦ですね。いよいよスタートです。サラも凱旋門賞ほど出走して、その一着馬がねジャパンカップ来てますから、いや本当に迎え撃つ形になるかなと思います。さあ、やってまいりました東京競馬場日曜日の大事レースですね。芝 2400m、 馬場状態は、天気は晴れ、馬場状態は良ということで、まあ、絶好の天気の中で、国際競争ジャパンカップですね。さて、サラは、凱旋門賞馬にリベンジはなるのか、そして祭りは、またしてもサラに勝つことはリベンジはできるのか、いろんな情念がぶつかるジャパンカップ、いよいよ発走です。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。あとはメジャーがね、さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠のサマーウェーブ、ゲートに入って体勢が整いました。さあ、スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ、先行争い、エンディング東京競馬場の 2400m は本当スタートが大勢っていうふうに言われてますけど、さあ、祭りはどのポジションを取るか。その外からハートオブビムレッジ、まあ、メジャーはねやっぱり多いよね、推奨したいところですから。さあ、花を切っていったのはサラですね。やはりね、お父さんはリタさんブラックですからね。サラの方はね、お父さんオルフェーブルですから。その外にウールアリー、赤の帽子、アップザサマーヒル、その後ろ、その外にジベリナエミネンス、その隣にオートリランド。さあ、先頭を切っているのはサラへと、祭りがやはり先頭を花をね、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最高峰までおよそ10番ですね。ドミノ大展開になりました。凱旋門賞は外にとってますね。各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。さて、先頭を見てみましょう。三冠馬、それともこのね祭りが依然として先頭、リードは1馬身
ランパーですからね。少し間が空いて、パー4に逃げてるという感じですけども。13番、オーサムクロス、OK級を通過していきます。中競馬場。前はエンディ祭り、エンディ祭り、後続を引き離します。逃げ切ることができるのか、後ろからは、最強のサラが来ますけども、どうでしょうか。さあ、サラ飛んでくる。さあ、凱旋門賞の馬を飛んでくるのか。答えは悪くありません。前を捉えられるか。祭り場で粘る、粘っている。エンディ祭り先頭、祭り粘っている。ああ、まずここは2頭だ。さあ、どっちだ。いや、サラ飛んできた。これはどっちだ。エンディサラ、うわー、どっちだこれ。大激戦のゴール前、これは写真判定です。7度目の勝負。いや、祭りの方がちょっと花さ有利だったんじゃないかな。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。いやー、来てるよこれ。おお、首の上げ下げか。いや、差し切ってるよ。差し切ってますね。あー、でも3着には凱旋門賞も来てますね。花咲決着。いやとんでもないレースでしたね。着順はもう1番人気3番人気のね、ちょっとオッズ的にはね、ちょっとこうあれだったかもしれませんけども、ワイド10と7を買った方感じですけども、 4.4 倍、3連単もね 59.4 倍ですから、もう上位人気の決着だったかなと。いやー、花咲決着でしたね。いやいや、でメジャーもね粘ってたんですけどね、いや、すごいレースでしたね。今までにない神レースだったかもしれない。とんでもないレースでしたね。いやいやいや。あんな花咲決着あるんだなって感じですけどね。さあ、チャンピオンズカップに、キサラの方が出走します。トランセンドなんですよね、お父さんがね。トランセンドですよ。ここ最近、あの、馬娘に追加されてましたけど、発表されて。びっくりして、フリーオーソも来たから、そっちの方にびっくりしちゃったけど。まあ、そんなことは置いといて。まあ、出走ということ。まあ、そうですね、ダート戦線では本当に逃げ切る形を取ってるので、まあ、ジャパンダートダービー、ちょっと JBC クラシックに関してはね、ちょっと、一着馬の方がちょっと力差あったかなと思いますけども、まあ、チャンピオンズカップに関しては距離適正的にもいいでしょう。はい。まあ、すごくチャンスはね、あるかなと思っています。釣りはこのまま有馬記念に行っちゃいましょうかね。いやー、やりましたね、サラはね。G1 11勝目ですか。名馬超えましたね。あのアーモンドアイも超えちゃったんじゃないですか。いや、でもすごい切れ味でしたね。素晴らしい切れ味でした。祭りはちょっと疲労が溜まってるんで、これ一周報告出して、でサラは史実状況で調子を上げたいとこですね。そう、さあ、チャンピオンズカップ行きましょうか。いやいやいや、あ、これじゃないわ。どれだ、これだ。海外セール注目馬 DT33 って、この辺がすごいですね。トリプルティアラ、はいはいはい。どうやらこの DT33 っていうのが注目馬らしいですね。はいはいはい。世界を完封って出てますね。すごいですよ。素晴らしい勝ち方見せてくれまし
多分ね、賞金あ、すごいですね。うわぁ、総合ランキングあ、次に有馬取れればいけるかもしれない。そしてサラは総賞金でもレコードきたね。スーパーホースに勝てんじゃねえかって話ですね。よし、スヤーズステークス勝ちましたね。さあ、中京競馬場チャンピオンズカップですね、レースの方を見ていきたいなと思います。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。G1 チャンピオンズカップ、間もなく発走です。この馬にとってこの馬直接海外の一流 G1 と比べても遜色ない豪華な馬、この中での一番人気は誇れることです。勝ってさらに箔をつけたい、まあ、金曜は有利ですよね。人気は直線し続く、この直線数々好位決めて勝負、前走の敗戦サラブレッドらしい見事な影の馬体が前走戦、さあいよいよファンファーレです。さあ、やってまいりました中京競馬場日曜日の第10レースですね。ダート 1800m 派手両馬です。まあ、この中京競馬場でね行われる、まあ、ダート頂上決戦のこのチャンピオンズカップですけども、まあ、ちょっと連戦になるかもしれないですけど、チャンピオンズカップ勝って東京大賞典、まあ、ダート戦線をね、盛り上げていきたいなというところでいよいよ発走です。いや、まあ、ダートのレース大好きなんでね僕意外と。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ、ね、間もなく発走です。さあ最後は大外枠のスナークフレピン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、外のタック、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュ枠なんでね、外のタック行きました。続いて前へ行くのはスナークフレピン。さあでもね、ダートはねみんなね、地方からの挑戦、メイクカラーグル、その後ろ地方から来てるか、先手を取りました。少し離れてライフォーシャンが続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。セシルアジーズ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。黄色の帽子セイウンサクラ、その後ろこれに続いてベルズカスケード、内からはセシルアカーリット、その外にアンブリフィネール、まあ前3頭がやっぱり早めにいます。その外から光カフェ、並んで10番セシルバース、すぐ隣にアトラクトバーガー、内からは名勝スポーツ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然として外のタック、2番手はエンディーキサラ、メイクカラフル、3番手エンディーキサラ、いい位置、果たして先頭を捉えるか、後続も追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに来ました。ここで先頭に立ちました、エンディーキサラ、差を広げにかかります。この中京競馬場の長い長い411メートル、この直線粘り込んでいる、2番手はセシルアジーズ、エンディーキサラ1着、素晴らしいですね。もう完璧な騎乗だったんじゃないかなと思います。3着にセシルバース、エンディキーサラ、圧倒的な強さです。パワーを完全に力でねじ伏せました。いや、素晴らしいですね。なんかこう見てて安心感のあるなんかレースだったかなと思います。本当に好位からね、あの好位で粘っていいポジションでいいレースが運べたんじゃないかなと思います。いやいや、嬉しいですね。いやいやいや、もう一番人気期待に本当に応えたっていうのがぴったりなレース展開だったかなと思います。さあ有馬記念ですね、サラダ祭りは、もう有馬記念で最後の戦いを見せてほしいなと思います。サラは、有馬記念は返します、ブレイブも返します。まあちょっと注目はエアーですけどね。もしオークス馬のデザートは、
まあ、ちょっと失踪させてあげましょう。回避して回避して、ステイヤーズセイクス勝ってるんですよね。決闘的にはまあディープボンドですからねそりゃ長距離走るわなって感じですけど、あー、なるほどね。これ上位陣が出走、はいはい、いやー、よかったですよ。はいはいはい。はい、というわけで皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。今回はちょっとキリがいいので、ここまでにしたいなと思います。次回はですね、いよいよ最後になります。なるかな、サラと祭りの頂上決戦ですね。エアーも参戦する有馬記念を舞台に、そしてキサラの方は東京大賞典に挑むという形で、次回でですね、いよいよシリーズも、終わりの方になるのかなというところですけども、楽しみにしておいてください。次回もお楽しみに。お疲れ様です。